養老天命飯天地とは、岐阜県養老町にある養老公園内の有料施設である。荒川周作とマドリン・ギンズによる構想を公園施設として作った。作品の中を回遊し体験することで作品を鑑賞するモダンアート。芸術作品であり、博物館法に定める博物館、美術館ではない。1995年開園。 荒川修作とマドリン・ギンズのプロジェクトを実現させたもので作品は極限で煮るもの,の家と楕円形のフィールドからなる。極限で煮るもの,の家と楕円形のフィールドを結ぶ溝状の道には彼らのメインテーマであった死なないためという言葉をとり死なないための道と名付けられている。楕円形のフィールドには代償様々な5つの日本列島があり、 最大のものには24種の薬草が植えられていた。公園の有料施設部分には、作品の他に、養老天命反転地記念館、昆虫三脈不死門が含まれている。これらの付属する施設も、荒川周作とマドリン・ギンズによる、開園当初から非常にユニークなテーマ性が高く評価、されてきた。極限で煮るものの家は、建物内の机や壁、天井が、 上下左右を全く無視した場所に配置されており、視覚的な錯覚を体全体で楽しむ施設である。楕円形のフィールドは日本列島をモチーフとした屋外施設だが、起伏に富んだ地面が不思議な感じに構成されており、これも感覚の不安定さ、危うさを体全体で楽しむことを目的とした施設である。こうした日常生活では触れる機会の少ない錯覚感、 不安定な感覚を体全体で味わうことにより人間本来の感覚を再確認することを主要なテーマの一つとしている。また、例えば子供連れの場合、危険そうで子供から目が離せないとお互いの存在を常に意識しながら過ごすため、人と人とのつながりのあり方やバリアフリーについての問いかけも行われている。戦術のように斜面や起伏が多いため、 靴やヘルメットの貸し出しを行っているが、運動靴で来園することが望ましい。開園当時は、転倒事故が相次ぎ地元市のニュースなどで注意喚起がなされた。訪問者は年間約9万人。養老天命反転地、古荒川修作さん思い、田中民さんが、場踊り、岐阜、養老で19日、毎日、JP、http 毎日 .jp、 フィーチャー、ニュース、2012万 510D018040037000CHTML2013 年9月7日、閲覧。ありがとうございます。